火宝駅は、岐阜県伊比郡大野町大和坂方にあった名古屋鉄道伊比線の駅。伊比線の前身である、美の電気軌道が、美の北方駅から黒野駅までの区間を延伸させた際に開業した駅である。伊比線は2005年に全線が廃止され、当駅も合わせて廃駅となった。ホーム1本のみの停留場であった。駅の前後の区間は、 天井側であるネオ側を渡るための鉄橋に続く、築堤上にあり、駅も、この築堤上という高所にあった。工術写真の通りに、駅跡の高架に、直接上がることができず、後に、道路のガード整備がされたために、ホームも撤去されている。下方バス停留所エビ名古屋鉄道広報、宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年。 651から653ページ。地方鉄道運輸開始。官九1926年4月13日。AB、岐阜のちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社。1997年。220から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、881ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、52から53ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者。 1997年143ページ。ISBN4 から794207964。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図、岐阜バス路線、黒野八万町バス停、下方バス停に上屋について。 大野町役場制作財政課。2015年1月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日へ閲覧。デマンドタクシー停留所。大野町役場制作財政課。2017年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日へ閲覧。大野デマンドタクシー、相イノく君の、 自宅前登録申請について、大野町役場政策財政課、大野町、2017年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年5月17日閲覧。大野デマンドタクシーは、大野町の認定で利用可能。ありがとうございます。